こんにちは、センターシリアルのビデオメイキングアーカイブ IL2C の、8番目を、始めたいと思います。よろしくお願いします。言いながらですね、7の続きでこれをやってます。まあちょっと、今回はもっと短くやりたいですねできるかな。はい、問題は来ましたね。まあ、散々、当面のあのマイルストーンの、この、書いた図でですね、分岐のサポートの部分はかなり難しいって話をしていますが、まあ、早めにやっておかないとですね、IL コンバーターの実装が増えてからそれをやるのはリファクタリングが死ぬほど大変なので、まあ、ここら辺考えますかね、頑張ってね。はい。さてさて、一体何が問題なのか、目先見えてること、僕がね、見えてることを話しましょうか。僕今の時点で別に答えを持ってるわけではないです。まあなんかアイデアらしきものをもやもやと頭の中に描いているだけで、それでうまくいくかどうかもわかんないんで、ここで整理しながらちょっと考えていきたいなと思います。で、現状、コンバーターがどうやってその IL の解析をしていってるのかっていうことをちょっとまあ図に書くと、まあ、例でいきますけど、LDC-I41 で、ST60、LDC-I42 ST61 でアット、まあちょっと変なコードがデフォルトでは出てくるんですけど、それを省略してまあ2ターンと、これまあこれで 1+2 の結果が2ターンで返されるみたいなコードなってるんですけど、これを僕らのその IL2C ではどうやって、やっているかというと、擬似的な評価スタックを用意しておいて、 LDC-I41 はここに値をプッシュする、そして実際にプッシュされるのもこれ1、括弧int32の値を評価スタック、スタック括弧オブジェクトというスタックに実際にプッシュしてるんですよね。で、ST6 が現れたら、そしたら実際にここにプッシュされているスタックから値をポップしてきて、これちょっと番号書きますか。1、2、3、4、5、6とちょうど番号見えてますね。振っておきます。で、これ1番ですよね。そして2番の ST60 は、ここから値を取り出し、そして、こういうソースコードを作ります。ローカル0イコール1と。こういうことですよね。で、2をやるとこれポップするので、まあ消化されてなくなるという感じで、まあ3、4ちょっともう省略しますけど、3、4、5、6とこの評価スタックのシミュレーションというかですね、まあその動きを模倣して実際に使用されている値が何なのかっていうのが、まあ、オブジェクトで表現されるようにしていると。場合によってはロングの値、int64の値はここに文字列で 1LL みたいに格納されることによって、ここに反映されるこの定数ですね、 C の定数も 1LL になるようにしているみたいな感じでついつま合わせていると。
はい、さて、我々は今から分岐に取り組もうと思ってるんですけど、あの分岐の代表的っていうか、僕らが今把握している分岐って BRS っていうのがありましたね。 BRS、ジャンプ先、ジャンプ先、はい、このまあジャンプ先はあのオフセットですね。あの IL のリストの、 あのオフセットバイトアドレスを指定するみたいな感じになってます。まあこれ、これもいいんですけど、ですね、これ例えば、IL、C シャープのソース構造を入力してこういうコードが書けるかどうか分かんないですけど、 IL では有効なはずで考えられるものが、今までの知見を利用すると LDCI41 で BRS なんかジャンプ先、例えばラベル1とかにしておいて、で、ラベル1のラベルがあるところに、LDCI42 アットリターンと、こういう IL 別に問題はないですよね。ここでジャンプしておきます。で、今わざとらしくここを開けておいたんですけど、これ例えばですよ、 LDCI43、 これどうなりますかね。本当の、 あの CLR ですね、ドットネットの、あの普通に要するに C、まあ、C シャープでこれができるかどうか別として、まあ何かコードを書いて、でヘグゼなり作ってこれを実行したとします。その場合って、まずこれ実行しますね。スタックにプッシュ1がプッシュされます。そして BRS に来るとラベル1へジャンプします。なので、こうを遷移するんですよね。あの次の実行命令はここへ来る。そして、これが実行され、これが実行され、最後リターンで戻ると。これ実行されないですね。 LDCI43 でもしここに書いてあったとしても、 BRS って必ず分岐する、あ、分岐というかあのジャンプするので実行されないんですよね。でもこれつぶさにバイトコードはバイトの配列で取得できますよね。でもちょっといちいちハンドアセンブルしてるとめんどくさいので分かんないんですけど、これ IL バイトの中に、まあ、1番のバイト、それから 2の1、これBRS はオペランドがありましたね。だから、これ多分2バイトして、これがあるはずですね。これ、まあ、ちょっと仮に6にしときましょうか。6345。 IL バイトを見ると多分こんな風に並んでるような気がするんですよ。まあ最後これで終わるか。これで何以上ない。これね、別に不正なコードじゃない、IL バイツ、実際に取得できる IL としては不正なコードじゃないような気がします。ここに来ないというだけで。ですが、今の我々の、コンバーターというか、デコーダーは、上から順に、こう見ていくわけですよね。ので、これも解釈しちゃうじゃないですか。
これって多分 IL データ対応する IL データのインスタンスになり、こいつは、IL コンバーターを指しているので、方位置でぐるぐる回しながらデコードしていると上から順に見てっちゃうんですよね。そうすると何が起きるかというと、まあ BRS は解釈はします、正しく、オペランドも正しく解釈したとします。でも、その次を見てしまうので、これをデコードして、でこいつって何かっていうと、3っていう値をスタックにプッシュするってことになるので、ここに来た時点でその擬似的な、さっき書いてた擬似的な評価スタックって1が3が入ってるって状態になっちゃうんですよ。でさらに下見に行くと、ここで2入れてますよね。だから2を入れる、そしてアッドがあるので、この2と3を取り出してアッドするので、これ5になりますよね。で評価スタックに5が入ってしまう。そして次リターンです。でリターンってスタックの最後、最後に1個しか値、プッシュできないんですよね。2個今プッシュされてるので、これ明らかにおかしな状態になる。リターン命令で1個消化する、これってつまり暗黙的にはリターン5っていうような行に相当するんですけど、でこれでまあ5が消化されたとするならば、全部デコードして評価し終わると、スタックに1個値が残ってるって状態になる。おかしいですよね。この原因は、ここで2番でブランチで本当は処理がこっちへ行かなきゃいけないのに、それを無視して次のこれを評価してるからですよね。なんかめんどくさそうですね。今のデコーダーはこういうなんていうんですか、命令の中身までは解釈しないじゃないですか。だけど、本当はデコーダーはこの命令の中身解釈してブランチだったらここへ飛ぶみたいなことをちゃんと解析しないといけないって話なわけですよ。あるいはデコーダーの外でそれができるようにするかですよね。その方がいいのかもしれないですけど、どっちがいいかちょっと今の時点ではまだよくわかんない。でこれまだ、BRS って無条件ジャンプ命令と呼ばれてるカテゴリーのやつで、つまり何が起きようがこうジャンプするんですよね。ところがジャンプ命令の中には条件ジャンプがあって、何らかの条件を満たしている時だけジャンプをするとか、あるいは何らかの、条件を満たしてない時だけジャンプするみたいな命令があったりするんですよ。そうするとですよ、もっと話はややこしくなる。うんざりしてきますね、結構。MDCI41、全然意味ないですけど、仮に最初からあります。ここに何らかの条件ブランチ命令があったとします。まだちょっと条件ブランチ命令調べてないので分かんないけど、何らかの条件に応じてジャンプするか、あるいはしないか。ジャンプする場合は指定されたオペランドのラベルにジャンプするとします。ラベル1、ね、で、じゃあジャンプしなかったら LDCI42 が実行されるみたいな。で、すぐ後ろに BRS ラベル2みたいに、無条件のジャンプでラベル2に行くことになっていると。で、ここの下にラベル
ラベル1で LDC-3 となっているとします。で、ラベル2がここに ラベルがあり、アットします、リターンします。これね、割と典型的な例で、これ if と else に大体対応しますね。色分けします。エグゼキューションパスって呼ぶんだったかな、ちょっと専門用語で何て言うのか忘れたんですけど、まあエグゼキューションパスってことにしようか。まず最初のパターン、一番上から始まり、ここで条件ジャンプにかかり、ラベル1に行きますよね。ここへ来て、そしてこう実行して終了するっていう、そういうパターン。それからパターン2が、こう実行するけど、ここの条件ジャンプ命令を無視して次に行き、ここで無条件ジャンプでこのラベル2のところへ来て、ちょっと分かりにくいですね、ごめんなさい。ラベル2のところへこう来て、こうと。こういう、まあ、ここの部分が2通りの、ルートがある、分岐ルートがあるってことですよね。これは、もうちょっとじゃあ分かりやすく感じますか。LDCY4-1、それから何か何らかの分岐条件があります。それによって、まあ何かフローチャートみたいで微妙ですけどね、 LDCY4-2 と LDCY4-3に分岐し、して、アット、して、リターン。こういうことですね、これってね。ちょっとややこしいですけど。で、こっち側かのルートか。こっち側かのルート。こっちが青のルートになっている。こういう感じですね。でですよ。我々は、我々の擬似的な評価スタックは、さっき言ったようにジャンプ命令について何も感知していないので、上から順にバイトコードを舐めている。のでこれだとくちゃくちゃになりますね。LDCIO2 も IO3 もデコードされて、でしかもそれに合わせてスタックが評価されてしまうので、変なコードが出てしまう。でしかも多分あれですよ、リターン終わった後でスタック余ってるみたいな状態になってしまうわけですよね。これを考えると結局のところ、一言で言うなら、擬似的な評価スタックでシミュレートするのはいいけど、それはなんかこう分岐ルートがある場合は、この例で言うなら右のルートと左のルートを別々に評価しないといけないってことです。まあ方法としてパッと思いつくのは、この分岐のところ、しかも条件分岐ですね、無条件分岐の場合はもうとにかく無条件で分岐する先を次の評価にするみたいに考えればいいかもしれない。条件分岐の場合は2通りに分かれる可能性があるので、ここで例えばですよ、現状の評価スタックの値、これだと1が入ってますよ、これ見えてる、見えてますね、評価スタックが入って、これをコピーして2つに分けて、で赤い方、それから
青い方、それぞれについて分岐先の命令に従って評価スタックを評価するみたいにしないと、なんかつじつまが合わなくなるってことですよね。でその後実際じゃあこうやって合流したらどうなるのかなんですけど、とにかくリターンに来るまで一旦こっちを使うって決めたら、その評価スタック注目してる評価スタックを使ってリターンまで評価するっていうふうにしたらうまくいくのかな。あるいは今赤を使うって決めたらこっちを評価する。うん、評価スタックのつじつまはそれで合うのかもしれないですね。まだパターンがあるかな。ループで本当にこの方法でうまくいくのかっていうのは分かんないですよね。ループはおそらくなんかこんな、なんかこうあって、なんかこうあって、なんか何らかの処理がこうつながっていて、見えるな。で、ここでなんか条件を満たすまでこういうふうになるんですよ。動くので、最後にいたの。これね、ファーストパスはこうかもしれない。ここで、条件分岐が発生するので、ここからここまでが違う評価スタックで問題ないかを見る。ここに戻ってきたときに、スタックに積まれている数が一致していれば OK とか、ここのね赤で最初パスを通します。この赤で現在ここにスタックに積まれている数が例えば3つの値、バリューが3個スタックに積まれているとしたら、それが記憶されていて、でこうこっちの評価を分岐させてこっちを評価したときに、ここに戻ってきたときにも3つの値が評価スタックに積まれていることが確認できれば、多分この後こう来てこういうふうに遷移していった場合でもスタックの数一緒だから破綻するってことはなさそうな気がしますね。もうでもねこれもねちょっと、どうかなって一末の不安もありますね。なんでかというと多分 C シャープで書いて ILS 出力してる限りそんなコードは出てこないような気がしてるんですけど、例えば前の方の処理でここに例えば引数で与えられる数、例えば10っていう数字が与えられたら評価スタックに10個の値が積まれる。これ全部で15個積んでおいてここで10個消化する、プッシュかける10、こっちはプッシュかける10、この数がその与えられた引数によって不定のような場合とか考え始めると、IL2C の場合ってこの評価スタックを擬似的にシミュレートすると言ったけど、本当に動かしてるわけじゃないですね。本当に動かしてるんだとインタープリターになりますよね。イコール実際に命令を完全に解釈してその通りに動作させるとインタープリターですよね。それって今のところやってることはインタープリター、ほぼインタープリターと言っていいかもしれないけど、でも実際IL2C はインタープリートしたいんじゃなくって変換したいんですよね、 C のソースコードに。なので逐次完全にそこで実行するわけではなくって、あくまでも評価スタックがどういうふうに遷移していくのかっていうのをシミュレートして確認したいがために擬似的な評価スタックを作って評価してるわけですよ。だけどこのあたりのことを正しく判定しようと思うと、これはもうほとんどインタープリットしないとわからないですよね。だってなんかこの与えられた数字に応じてプッシュされる
数とポップされる数が決まってくるわけだから、それって実際に動かしてみないと、なんかいくつプッシュされるのか、10個プッシュされるのか、5個プッシュされるのか分かんないっていう話になりますよね。そういう命令が IL でなんとなく組み立てれるような気もしなくもないんですけど、本当に可能なのかどうかで、可能だとすると、なんかこの評価スタックをシミュレートするっていう方法では限界があるような気もなんとなくしますよね。これ難しいですね。少なくともこういうふうに、まあ仮に分岐するところで、評価スタックのコピーを作って、それぞれのパスについて評価するっていう方法をもし採用した場合は、合流地点が分かる場合は、合流地点でその、スタックに積まれた数が一致してるかどうかは見る必要があるような気がしますね。一致してればその後の流れは全部一緒になるはずだから、まあ強いて言うなら、あのスタックにプッシュされてる型が違ってたらどうかとかあるけど、それはなんかその後のコードにもよるわけで、コードによってあの許されるか許されないかも変わってくるので、まあそれはいいような気がします。でもなあ、人間が IL を組み立てると、ここにやってきた時に数が違ってても、その後の分岐でまたその数の違いを吸収できる IL というか、あの命令とかを、あのプログラムを書けるような気もするので、言い始めたら気になるような気がしますね。いやー難しいっすねこれ。どうしましょうね。もうちょっとよく考えないといけないかもしれないですね。今ちょっと休憩を挟みながらちょっとぼーっと考えたんですけど、難しいですね。ちょっと、消しますね。ちょっとこんな方法だったらどうだろうっていうのをぼんやり考えたんで、それをあの書きながら本当にいけるのかどうかっていうブラッシュアップをしたいなと思ってます。その方法っていうのが、まあ IL バイツから見ていくんだけど、先頭から見ていくんですけど、途中途中で条件分岐コードがあるとします。でもまあそれを無視するとですね、条件分岐の条件が満たされない場合って次の命令に移りますよね。なんで次の命令次の命令みたいな感じで、全部条件分岐先がどこに行こうがとりあえずスルーして、で、最後リターンに到達するまで評価すると。で、この方法は無条件分岐の場合どうするのかみたいなのがあって、まあちょっと仮にですけど、ここに無条件分岐命令がある場合、その分岐先どっか分かんないですけど、そこに行きます。そしてとにかくリターンが現れるところまでを、順番にデコーダーが、まあ、今現状のデコーダーの実装でほぼ同じような感じで、こういう感じでパスを評価する。これをね、まあ、便宜上メインパスって呼んでいきましょうかね。メインパス。っていうふうにしますと。この条件分岐先どこ行くか分かんないですよ。分かんないですけど、無条件分岐命令 BR、まあ、S かどうか分かんないですけど BRS とか、まあ、こういうのは追跡する、そのオペランドに従って、そのオペランドが指している場所は追跡するけど、とにかく、まあ、こんな感じでやってリターンに到達するまでを評価する、今まで通り。
ていうふうにすれば、そうすれば先ほど言ったようなあのイリーガルなパターン、ここになんか変なよくわかんないコードが含まれていたとしても、そいつは評価されないですね。全く無視されます。今までは、IL バイツ の, あの配列の先頭から順番に見ていったので、こういうのがあったら評価してしまうんだけど、少なくともそういう問題は発生しない。ひょっとしたらここら辺にある何らかのコードは、ここら辺の条件分岐に従ってここら辺にやってきて、なんかこうこんな風につながってるかもしれないですね。でもこのメインパスはその条件分岐の、条件が合致した場合に飛ぶ先は一切評価しないので、問題ないと。でこれの懸念点がですね、なんかほぼいいような気がするけど懸念点があるなって、IL でひょっとしたら C シャープでも書けるような気もしなくもないですけど、永久ループなんかあります、なんかあります、無条件分岐命令でこうなってます。これリターンが見つからないですよね。今の方法でやるとメインパス追っていくと、ここで 無条件分岐命令でこっち飛ばされてしまうの でそしてまたここから評価していったら終わんないですね、評価が。それはまあツー、あのこれインタープリタじゃないんでツールなんで関係、あの終わってくれないと困るわけで、これじゃダメと、うん、これ真面目にこういうふうにあの評価し続けたらあれですよね、なんかあの本当にインタープリタになっちゃいますよね。なので、それだけではダメで、何かもう一つ必要になるような気がするんですね。で、方法としては、あの、このパスを評価しているときに、あの、評価した、あの、IL のバイトにマークをつける。こういう感じで、マークをつけていく。こういう感じで、マークをつけていく。でまあなんかあのマーク付きのあの IL に出くわしたらそこで評価終了かな、まあ、あるいはまたはリターンに到達したらそこで終了っていうふうにしたらどうかなっていう気がしますね。そうするとこの無限ループの場合、チェックしていきます、評価しました、評価しました、でここでジャンプで元の場所に戻るとマークついてるわけですよ。だからあなんかあのループであのもう評価済みのところに来たねということで、もうここで評価を終了するっていうふうにしたらどうかなと。まあこれね、これ評価しながらなんかソースコードが出てるはずで、ちょっとそこがうまくいくかどうかわかんないですけど、なんか C のソースコードが出るはずですよね。なんか尻切れトンボみたいなソースコードになったりしないかなとか、なんかちょっとそういう疑問があるにはあるんですが、とりあえずこれでなんかツールが無限ループに陥るということはなくなるような気がします。まずこれが1点ですね。それからじゃあメインパスに該当しないこの途中から分岐した場合をどうするかなんですけど、まずここの地点へ到達した時のこのチェックの情報っていうのは保持しておかなきゃいけない。まあさらに言うならこの現在ここのスタックが評価スタックがどうなってるかみたいなものも合わせて情報として持っていて、その情報をコピーしてこちら側の遷移先の評価を続ける、こいつがなんかこうなっていて、まあこんな感じになってるかもしれないですよね。なんでこのマークの現在の状態をほじっておかなければいけないかというとですね、こいつがここへ来た後、ここからなんかもうあのいびつですよ、いびつですけど、こんな風に
ジャンプする可能性ってゼロではない。あのアイル上は少なくとも書けますよね。多分 C シャープでも Go to で むちゃくちゃ書けばこういうコードになるような気がします。その場合ここへジャンプした時のこれって評価済みとして見るべきか否かみたいな話があるわけですよ。で、なんか今話しながら想像してたのは各パスの評価ごとに、そこまでたどり着いたところまでのチェックを持つべきかなと思っていたんだけど、これメインパスをこうやって評価した時ってメインパスが通過したところにこうチェックを入れておいて、そのリストを共通で持っておいて、で各分岐を評価するときにはそのリストをたどればいいような気がしますね。この場合でいくとここで分岐します、ここにチェックを入れながら進めます、そしてここへ戻ってきたときってそのメインパスが通過したときにここにすでにチェックが入っているので、ああここで評価を終了すればいいかっていうのが分かる感じですね。その時にですよ、その時に評価スタックのシミュレーションが、あのエミュレーションがどうなってるか、まあここに来た時にひょっとしたらなんかスタックが1個だけ入ってるかもしれないし、なんか N 個入ってるかもしれない。それはここに来た後続く命令と本当に辻褄が合うかどうかははっきり言ってよくわからないです。よくわからないけどおかしいですよね。なんかここに来た時に想定されるべきそのスタック の, あの構造になってない限り、その後 の, あの命令の実行って全部ぐちゃぐちゃになってしまうので、それはつまりあの IL として正しくない可能性がある、もしそれがそれのついつまが合わないとしたら。なので、まあ、そういうことはここで最初チェックする必要があるかなと思っていたけど、まあ、なんかあのチェックしなくてもいいんじゃないかって気がしてきました。我々がやるべきことというのはおそらくこのリターンに到達したときに全部スタックが消化されていることは確認した方がいいかなと思うんですけど、なんか途中分岐してどっかにこう分岐先に行ったときにそのスタックの現在のスタックの状態が果たして正しいのか否かっていうのの評価はなんかやらなくてもいいような気がしますね。わかんないです。まあなんとなくですよ。あのなんか変なイリーガルな IL は作れるような気がします。でも普通にあの 何を言ってるかというと、例えば C シャープのコンパイラーを使って IL を生成するだとか、自分たちがあの IL を1からあの IL ASM っていうツールがあるんで、それであの IL で直接プログラムを書くことももちろんできるんですけど、そういうことをやるにしてもなんかそこのついつまが合わないコードってそもそもおかしい気がするんですよ。なのでなんかそんなことまで考えなくても分岐先でそのスタックの状態が正しいか否かっていうのをチェックするっていう必要はないような気がします。仮にそれでむちゃくちゃなプログラムが出てきたら、そもそも C コンパイラーがコンパイルできるかどうかも微妙な気がするし、なんか変なことになってるような気はするんですよ。まああるいはまともに動かないですよね。なんかコンパイルできたとしても、でもそれはしょうがないですよね。なんかそういうコードになってるんだから、だからなんかいいような気はするんですよね。ちょっとね難しすぎてよくわかんないですね。そこの部分わかんないけどいいような気がします。というような方針で、結局のところ分岐するときには評価スタックの現在の値は分岐するところに応じてコピーした内容でその後続の処理を評価していくという戦略にしてやればいいような気がします。そして、分岐したものが、処理を打ち切るのは、分岐してないメインパスもそうですけど、任意のパスが処理を打ち切る条件はリターンに遭遇したときか、チェックが入っているところに遭遇したときに評価を終了すればいい。評価をしながらソースコードを、C のソースコードを生成しているという前提ですけどね。って言いながら、なんか、分岐し、
分岐メインパスを評価することによって C のソースコードが出ます。分岐先のコードはどこに出ればいいんだみたいなのはありますよねいや難しいな。メインパスを仮に A とします。分岐1を B とします。分岐2を C とします。出てくる C のソースコードはこんな感じかな。狭いんで消します、ね、まあメインから始まって、あ、じゃあメインっていうか、まあ関数始まって、多分こんな風になっていく。A のメインパスに相当するコードがC のソースコードの先頭にダッとあると。で多分ね、ここにリターンがあるんですよね。リターンなんちゃらみたいな感じでリターンがある。すぐ後ろに多分ですよ、多分すぐ後ろにラベル B があり、ここに B のパスのコードが出力される。でこいつもリターンがあるかもしれないですね。何が C で、ラベル C があります。まあリターンで直接 B のパスが終わるかもしれないし、あるいは C だとなんか GoTo で A のどっかへ飛ぶのかもしれないですね。こんな感じでこういう感じで飛んでるかもしれないですね。だいたいラベル B もラベル C もここら辺から飛んでるんですよ。 GoToB とか GoToC とか、こう手で書いたらもうクソなコードですけど、 C のソースコードとしては辻褄が合ってますよね。これで可読性はすごい悪いですよね。これ今やってることって言ってみれば、ILSpy が C シャープのソースコードをデコンパイルできるんですけど、まああれに近いですよね。っていうか、まあほぼやってることは一緒ですよね。要するにこのコードのエグゼキューションパスを解析して、それに対応するC シャープのコードをあれ生成してるんですけど、それと同じような感じでこうエグゼキューションパスをどうやって解析してソースコードに展開するかっていう点では、ILSpy とほぼ同じようなことをやってるんですね。対象のコードが C シャープなのかC のコードなのかの違いはありますけど、でまあ ILSpy は賢いじゃないですか。なんかホワイル使ってたそうなところはホワイル文でちゃんとC シャープのコードが出るし、そういうところすごい賢く出てますよね。まあそういうところまでやるかどうかっていう話ですよね。ホワイルとか、フォー文とかに置き換えてくれたら、ここの C のソースコードは可読性が高くなりますよね、実際のところ。まあ本当はそうしたいけど、それはなんだっけ、この IL2C で出力した C のソースコードをどうやってデバッグするのかっていうちょっと優勢値も含めて考えないといけないんですね。で、そもそも C のソースコードになったら、まず直接的な C シャープの対応付けって失われてるじゃないですか。今この辺のコードを実行してるときは C シャープの何行目のどこをどう実行してるのかっていう対応付けがないんですよ、情報が。それどうやってつけるかみたいな話があって、でそれはそもそもなんか、じゃあこのツールが完成したとして、どうやってこのツールを使ってる人が、まあ、どうやってデバッグを普段やるのかみたいな話になるんですよね。で対象が、まあ、例えば中クラスの IoT デバイスとかだと、まあ、例えばラズパイとかだと GDB が使えるかもしれない。で GDB が使えるとすると、その C 言語のソースコード上でのシンボリックデバッグは可能かもしれないですよね。
可能かもしれないというか可能ですよね。まあただ公務コード対象にデバッグしたいとは誰も思わないかもしれないけど、でも一番の理想はこいつに対してデバッグするんではなくて、動いてるコードはネイティブのコード、あのこいつが出力した C のコンパイル、ソースコードをコンパイルしたコードでネイティブのコードをデバッグしてんだけど、でも見たいのは C シャープじゃないですか。 C シャープでどうやって書いたコードのここら辺がなんか今実行中とか、なんかこの変数がなんかいくつになってるとかいうようなことを、まあ、デバッグしたいと、その辺のねすり合わせのことも考えないといけないと思うんですよ。でそこがうまくいくんだったら、まあぶっちゃけねこのいわゆる 中間コードに相当するんですけど、このなんか C シャープの C の C 言語のソースコードがぐちゃぐちゃになっているがあんまり問題はないかなっていう気もしてるんですよね。あのまだそんなにアイデアないですよ。あのどう今言ったようにどうデバッカーと結びつけるかっていうようなアイデアはそんなにあの頭の中ではっきりしてるわけじゃないんですけど、おそらくそこを含めて考えないといけないと思っているのと天秤にかけてるんですよ。それをどうやるかということと、今言ったこいつをすごい頑張って解析して このループはホワイルに相当するって思ったらちゃんと C 言語上のホワイルで実現するとかね、なんかそういう解析をするコスト、なんかもう考えるだけでうんざりしますけど、っていうののコストを今天秤にかけた場合、今すぐそれをやるべきではないような気がします。あのベターですけど、できればベターだけど、なんかすごく大変そうというのがなんか今こう見ててわかるので、ちょっとそれやり始めたらね、多分それが完成するのですごい時間かかりそうな気がしてじれていきます。見てる皆さんも多分じれるのであんまりやりたくない。あのもうちょっとなんかこうあの進捗があのこ細かく出る方法の方が僕はベタだと思っているので、なのでちょっとそれは考えないことにします。今考えたこの方法、あのパスの解析の方法で、まあ、こういう方法でやればいいんじゃないかっていうのでなんか良さそうな気がするので、一回まあこういう 方向であのできるようにします。これでもまあ結構いろいろ面倒くさいような気がするんですよ。あのやろうと思うとこのマーク付けどうするかと、それからスタックをコピーしてあの分岐ごとに保持しなければいけない。そして今分岐あのデコーダーってイテレーターにしてるじゃないですか。便利かもしれないと思ってイテレーターにしたんだけど、イテレーターにすると分岐が表現できなくなって、あの分岐って要するに枝分かれしていくんでね。なんでそのあたりの構造を変えなきゃいけない。やっぱりあのあたりのあのソースコードの、そのソースコードで僕らが書いてるコードの構造が結構変わってくる気がするので、まあ、そっちの方をやって、ああちゃんと分岐にも対応できたよねっていうのをあの早く見たいですよね。あの C シャープで if とか else とか書いたやつがちゃんと出るみたいなのも、なんでまあちょっとその辺のこの、 あの出力のソースコードの品質みたいなものを後に回して、あの早く実現可能な方法でやっていくっていうことにしましょうか。いや口で言いながらね、これ大変だなっていう気はしています。はい、IL2CPP ってねみんな鼻で笑うんですよ。あのいやユニティ IL2CPP だよねって。で結構あの IL2CPP が原因だったのかどうか、僕はあのユニティあんまり触ってないんで分かんないですけど、ユニティずっとあの最新 の、 あの C シャープとか .net に対応できてないという現実があって、そのなんか要因の一つがなんかこの IL2CPP っていうツールにあるんじゃないかみたいな話を聞いたりするんですけど、でみんな鼻で笑うんですけど、難しいですよやっぱり僕らすでに この辺でねなんか泡吹いてる感じなのであのあれ実際ね実装しようと思うと、あんな簡単そうみたいな感じでみんな言うけど、まあ僕も思ってたんですけど、やっぱり、ね、やってみるとね難しいですよね。あのそれなりの山が あります。だからあのみんなして登りましょうみたいな感じでやってるんだけど、というわけでまあこういう方針でちょっと一回やってみましょうかね。まあちょっと暇があれば
こういうエグゼキューションパスの解析とか、なんとなくですけど世の中に処理系が山のようにあるので、みんなどういうふうにやってるのかっていうのは、なんかある程度パターンというかですね、定石みたいなものがあるような気もしています。今自力でひねり出しましたけど、この方法を、まあ、この方法が適切かどうかっていうこともわからないので、なんかもっといい方法がひょっとしたらあるのかもしれないですね。まあ、ちょっと時間があればそういうところも調べてみたいなという気はしてます。時間があるかどうかわかんないけどまあ来週はちょっとね、仕事がいろいろあるので、あんまりここのとこ毎日立て続けにこのビデオ出しますけど来週はちょっとそういう意味ではこう緩いか出ないかみたいな感じになるかなというふうに思っています。ちょっとこの方法を考えるだけでも結構な時間経っちゃったので、6の8としては一応ここで一旦切ってですね、次回からこのパスの実装というか、まあ、改造というかですね、変更をやっていきたいなというふうに思います。ということでまた次回、次回の6の9の方をよろしくお願いします。